ジョージア共和党は、アメリカ合衆国のジョージア州における二大政党の、うちの一つ。全国政党である、共和党の参加にある。アメリカ南北戦争の後、ジョージア州はまず軍政府の支配下に置かれた。その後1868年、共和党が議会を掌握し、加えて、同党のルーファスブロックが、知事に選出された。共和党支持者の多くは、 州の人口の44%を占めるアフリカ系、アメリカ人であり、さらに北部の山岳地帯に住む白人層からも支持を受けた。ブロックはジョージア州において共和党から選出された初の知事であった。だが彼は弾劾の脅威を受けたことから、1871年に州から脱出した。知事権限は上院議長ベンジャミン・コンリーに引き継がれた。 共和党から二人目の知事となったコンリーの在任期間はわずか72日であった。議会は迅速な特別選挙を実施し、コンリーの公認には民主党のジェームズ・ミルトン・スミスがつき、ジョージア州のレコンストラクション時代は終わりを迎えた。1882年以降、共和党はジョージアにおいて知事その他の候補を擁立することはなく、民主党による一党支配が固定化した。 20世紀に入ると共和党は州内の白人層から黒人の党という評価を受けるようになり、買収を受けた白人との間で内紛を起こすようになった。投票登録のできる黒人層は共和党を支持する傾向があり、ジム・クローの時代において共和党はジョージア州議会で常に少数派であった。1九百七年にマッキント氏軍の WH ロジャーズが辞任して以降、 アフリカ系アメリカ人の非選挙権は完全に剥奪された状態となった。黒人の有権者は白人の議員のみを選ぶことができた。1961年、一人の青年がジョージア共和党の選挙事務長、ジェフ・デイビスを訪ねた。その青年はニュート・ギングリッチであった。彼はジョージア共和党の政治に新しい風を持ち込んだ。 彼は国家に対して強い影響力を持つ、競争力の高い共和党を目指した。デイビス事務長は、楽観的かつ用心深い機質であったが、将来の選挙における勝利を確実なものとするために、この青年と共に働くことを選択した。1966年、共和党のハワード・キャラウェイは、州知事選挙において、多数の票を獲得したが、勝利には至らなかった。 この選挙は民主党が支配するジョージア州議会により民主党候補レスター・マドックスに有利となる方式に定められていた。1970年代のウォーターゲート事件の中で民主党からジミー・カーターが大統領として選出されたが彼はジョージア州の出身であった。共和党は直近10年間の選挙に連敗し、さらにはジョージア州出身の大統領を 民主党から排出されてしまったことついて、自ら暗黒の日々と主張した。ジョージア共和党は主要政党になることを目指して、苦難の中で1960年代、1970年代、そして1980年代を進んだ。1979年のニュート・ギングリッチの連邦会員選挙のように、選挙で勝利することもあった。1980年には、 マック・マッティングリーが連邦上院議員に当選した。だが、皇族の選挙での結果のつながることはなかった。党の運命は1990年代になってようやく回り始めた。この10年間において共和党は衆議会で多数派を獲得するようになった。民主党は衆議会において区割り改正を採択したが、これが裏目に出た形となった。 また、国事案件では、ジョージア州が中心的役割を果たすようになり、連邦会議長に就いたニュート・ギングリッチは、その代表的な人物である。2002年には、ソニー・パーデューが州知事に当選。レコンストラクション以降で、初めて共和党から州知事が選出された。彼は2003年から2011年まで2期8年、州知事を務めた。 共和党は2002年と2004年に衆議会の上下両院での支配権を獲得した。ジョージア共和党のマスコットはゾウである。ゾウのシンボルはもともと風刺漫画家トマス・ナストにより制作されたものであり、ユリシーズ・グラント大統領が参戦可能であったことの批判に応じたものである。党のシンボルの描写漫画のイメージはイソップ・グーワの一つライオンの皮をかぶったロバから取られた。 最後に狐を襲ったとき、ロバは狐を驚かせようとした。しかしながら、狐は、ロバの声を聞いた瞬間、後悔した。お前の間抜けな鳴き声を聞かなければ、震え上がっていただろうね。この偶話の教訓とは、愚か者が、自身の外見をいくら偽ろうとも、言葉は、真実の姿を明らかにするということである。ナスとは、ニューヨークヘラルド氏について、 周囲に恐れ得られる竹だけしいライオンではなく、嘲笑される創造しいロバであったと示唆した。ニューヨークヘラルドの出版社、ジェームズ・ゴードン・ベネットによる、シェイクスピアかベーコンかには、この群話が引用されている。これは、シェイクスピアの作品が実際には、フランシス・ベーコン教によって執筆されたという説である。ナストには、このベネットの主張を弄する意図が含まれていた。現代では、 像のシンボルは、慣習的なものとなり、選挙活動や、党の物品などに使用されている。多くの人々は、像が使用されていることについて、その歴史や背景を理解しているのではなく、単なる政治的活動におけるシンボルとして、認識しているだろう。共和党の像は、民主党のロバに相対する存在となっている。ありがとうございます。